今日はアンパンマンの積み木のおもちゃで一緒に遊ぼうね。ベビーラボの積み木のおもちゃだよ。バイキンマン。バイキンマンが四角になっているものと、アンパンマン。アンパンマンがこんな感じで四角になっているもの。あとは、ドキンちゃんとメロンパンナちゃん。これも四角になってるね。あとは、三角。そして、こんなアンパンマンとバイキンマンのお人形さんもいるんだよ。入っていたケースの下には、こんな絵が描かれていて、しまうときはどこにしまったらいいのかわかるようになってるんだね。そして、裏側は、これはパン工場かな?ここをめくってみると誰がいると思う?ちょっと想像してみてね。ジャムおじさん、そしてバタコさんがいたよ。アンパンマンがなんかぐるぐるっとなっている。こんな絵も壁の内側にあるんだね。この三角の積み木は組み合わせて四角にすることもできるんだよね。こんな感じでいろんな方向に合わせてあげることができるんだよ。ここにカビルンルンもいるんだね。ここにはアンパンマンもいるよ。そしてドキンちゃん。ドキンちゃんは振るとこんな音がするんだよ。こっちにはバイキンマンがいるね。もしかしてこっち、あ、こっちにもバイキンマンいるから合わせてこんな感じで遊ぶこともできるんだね。メロンパンナちゃんの方は振ると鈴の音がするよ。じゃあ二人はこっちに置いておこうかな。あ、ちょっと狭いかな?斜めにしてみよう。そしてアンパンマン。これアンパンマン号なのかな?これが取り外すことができるようになってるんだね。そして上には、あ、ここにはこんな感じ。アンパンマンがにらめっこしているのかな?ここに、これだね。このアンパンマン乗せて遊ぶことができるんだね。そうすると、こっちはバイキンマン。ここに、バイキンマンの方は中にはアンパンマンがいるんだね。そして同じようにバイキンマンをここに乗せることができるんだよ。このアンパンマンとバイキンマンは首が取れてこんな感じに入れ替えてしまうこともできるんだよ。アンパンマンの体にバイキンマン、そしてバイキンマンの体にアンパンマン。ちょっと面白い感じになるよね、これだと。それじゃあお片付けしていくよ。まずはアンパンマンはここに置いて、そして三角、三角はこの上に置いていくよ。よいしょ。そしてこの下にはバイキンマン。
アンパンマンとバイキンマンの体を元に戻してあげようね。そしてアンパンマンはこっち側、バイキンマンはこっち側にしまっていくよ。そしてメロンパンナちゃんはこの右、ドキンちゃんは左側に入れて、これでお片付け完成だよ。ベビラモの積み木、楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。